カモンマテリアル、はい、マテリアルの小坂美五郎です。カモイのヒューラです。よろしくお願いします、はい。この番組は様々な可能性のマテリアルを集めて、新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を発掘するために配信している番組でございます、はい。やった、今日言えた、普通に言えた、よかったよかった。もうそんなにドキドキすんねやったらカンペでも出しとけちゃう話なんですけど、カンペないんですよこれ、はい。5月1日でございますですね、はい。皆さんどっか行ってますか、行ったらあかんねんでって言いながら、どうなんでしょうね、はい。もう全く分かりません、はい、全然ゴールデンウィークではありません今日収録日は、はい、はい。ねえ、何でしょうね、やっぱね、僕らもこのオープニングトークとかでね、はい、やっぱ見ていただいてる方にね、なんか持って帰ってもらう何かをね、やっぱ持っていきたいなって、なんかいつも思ってるんですけど、なかなか思いつけへんかったりとかして。そうですね、はい、うん。でだからまあ見ている方に、へえそうなんだというふうに思ってもらえる何かをね、はい、ね、提供できたらいいなと思うんですけどって、うん、ほんまおもろいなこれ、生で見たら生で隣でやられたらめっちゃおもろいんですけど俺。あれね、ほんまにね、最初からね、うん、毎回違うように言おうと思ったら、うんうん、すぐネタつきそう、無理やん、だって変えへんもんね、あんまり変えへんもんね。もう最初結構変えてたんですよ。そうそれが最近一緒やなと思って。ないと思うなるほど。いや、何のことかわからん人はぜひ毎日、毎日、ね、ほぼ毎日配信してる、はい、マテリアル通信の、そうですね、方を見ていただくとですね、はい、間もなく300回ぐらいですよね。ですよね、はい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 。300ってね大概ですよ。ですね、はい、うん。この番組も48ぐらいけど、もうすぐ50いくんで、はい、だからもうじき1年っていう感じなんですけどね、はい、うん。いやーでもね、毎日のように配信して、ここでできへん時はなんか外でもやってましたもんね。そうですね、外でって、はい、やったことないし、ね、事務所でやってる時もあるしね、ね、はい、はい。だからまあなかなか大変なというか、毎日やるということがなかなか大変だと思うんですけどね。そうですね、はい。その中で生み出されてきた、ね、見ている方に、へえそうなんだという感じの、めっちゃおもろいな、ほんま。これほんまじわるよね。じわってくるよね、これ。朝これを聞かないと、なんか朝聞こないやな、みたいな感じになってきてたら嬉しいですよね。はい、はい。ぜひ皆さん、生で見ていただいたら、なんかじわっとくると思うんで、ぜひぜひ、やってみてください。多分明日のね、並走なんだが、ちょっとなんか変わってるような気しますからって、ちょっと前振り入れておきますね。はい。でですね、でですね、まあ今日も挑戦者の方来ていただいてるんですけど、なんかね、最近ね、僕何なんでしょうね、やっぱ人間って縁で生きてるってあるじゃないですか、はい、ね、変な話、急に縁ができて、はい、急に仲良くなった最近の人もいれば、はい、昔に縁ができて、うん、で長いこと会うてへんかってんけど、また再会してみたいな話になったりとかすると、あります、ね、またなんかこういろいろね、はいはいはい、出てきたりとかすることがあったりとかして、はいはい、なんか不思議なご縁っていっぱいあるんですよね。だから前々回とかにも柿本さんとかね、はいはいはい、もう43年の付き合いでも、だからおっさんで43年の付き合いってなかなか痛いんですけど、はい、まあでもそんだけ縁がつながってるっていうのは僕すごいなと思うんですよね、うん、はいはい。で、今回も、はい、本当にね、僕が小学校1年生ぐらいからずっと、知っているお姉ちゃんです、はいはい、お姉ちゃんです、はい、あえて言うときます、はい、一応、はい、ということで、はい、今日来ていただいております、はい、はい、お呼びしたいと思います。もんじさん、はい、お願いします。はい、じゃこちらどうぞ、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい。ということで、はい、もうね、もんじさんっていうのがもうなんか気持ち悪いくらい、下の名前でいつもね、じゅんみちゃんって、で僕は下の名前があきひろなんで、あっくんって呼ばれたりとかして、もうなんかそれもまああれなんですけど、おっさんになってね、あれなんですけども、まあそれぐらいね、小さい時からのお付き合いをさせてもらっているという方なんですけども、はい、で今日は挑戦者ということで、はい一応この番組の趣旨分かってますよね、このコーナーの趣旨分かってますよね、なんとなくなんとなくね、はい、なんとなくね、一応まあもう一回説明しとくと、はいはい、このプレゼンありかなしかっていうコーナーで、今から10分間のプレゼンをしていただいて、でその後に、判定員さんが出てきて、はい、丸か×かを、はい、判定します。で丸だったらよかったねなんですけど、はいはい、×だったらモザイクがかかって、はい、そうなんや、声がボイスチェンジャーでかけるにかけられて、なんかいなかったことになっちゃうみたいな、
そんな感じの仕打ちを受けるという、それをかけて10分間、プレゼンしていただくと。ちょっとそこまで知らずに、あっくんに出るって言われて、出るって出るでって来てしまいました。見てきてURL 送ってるから見てきて、みんなみんな来てから何そんなコーナーやったんですかっていうの多いの、なんでなんやろね。はい、はい、ということでございまして、はい、はい、頑張って、はい、プレゼンをしていただきたいと思います。今日はどういう内容をプレゼンしていただけますか。あ、はい、八尾市で、はい、エステサロンをしておりまして、はい、まあ、ちょっと普通のエステサロンとは違うことをしているので、うん、はい、ちょっとそのお話をさせていただきたいなと思っております。はい、わ、はい、かりました、はい、じゃあ、早速なんですけども、じゃあ、判定員の皆さんよろしくお願いします。はい、ということで、判定員さん入っていただきました。はい、また来たまた来たよ、なんかコーヒー飲みにねちょっと空いてるかな思って無理やり開けさせたくせにコーヒー飲みたいねん言うて無理やり開けさせたんやろ、ほんまに。はい、はい、今日もなぜか月末レギュラーの人が月初なのに来てます。はい、もうほっとこう、はい、もうこれ以上いじると長なるからもうやめとくでも、はい、ということで、では、準備はよろしいでしょうか。あ、いいんですか。なんか準備があるんだったら、はい、なんか黄色いの持ったり、なにこれ。あ、これも一応判定に入れてください。はい、犯罪のお面。いや、これね、これね、ここまでやってくれる人いなかったよね、今までね。はい、まだない。待って待って、どうした心配しない、心配しない、じゃあいいからいいからいいから、話聞いて、聞こう、話聞こう、はい、プレゼン、プレゼン今から10分するから、10分で理解するわ。いや、オッケー、そして、そして、そして、はい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 、準備はよろしいですか。はい、はい、では、いきたいと思います。このプレゼン、ありかなしか、スタート。はい、八尾市で美とうんちと笑いを真剣に考えておりますエステティシャン、エステサロン肌文字の文字純美と申します。どうぞよろしくよろしくお願いします。え、うんちって、はい、はい、私は、はい、女性の方のお顔をきれいにするだけじゃなくて、はいはい、もう本当に腸からきれいにしたいんですね。はい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 、だからカウンセリングの時に、うん、うんちは1日何回出てますか、うん、っていうことを聞くんですけれども、うん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 、腸っていうのは、うん、血液も作るし、はい、もう、はい、幸せって思える、はい、ハッピーホルモンも作ってくれるので、はい、だからその腸内環境を良くして、はい、1日ぜひね、バナナがね横向いちゃってバナナに見えへんからカメラ向きで喋ってもらって僕聞いてますから、はいはい、はい、1日に額面を出してもらうっていうことをしていただきます。でその次に血液を増やす、はい、血流を流す、はい、で体の中の細胞レベルで健康にして、うん、そして、体の中、あと心の中も、明るく楽しく元気にして、はい、女性を美しくしていきたいという、もちろんお顔のフェイシャルエステもちろんします。シミができにくい、はい、シワができにくいっていうお肌にもしていくし、シミを薄くもしていくんですけれども、はいはい、お顔だけじゃなくてやっぱり女性ってね、めちゃくちゃ頑張ってるんですよ、うん、もう家事もせなあかん、はい、育児もせなあかん、はい、旦那のこともせなあかん、はい、近所付き合いもせなあかん、はい、そんな中で本当に頑張ってるんですけど、そういう方を中から本当に元気に綺麗にしていきたいっていう思い、ただただそれだけでサロンをさせてもらっております。はい、なるほど、はい、まああれですよね、そのお肌っていう話で言うとね、はいはい、腸活ってよく言うじゃないですか、はい、ね、腸内フローラとかを整えていくとお肌も良くなるとか、はいはい、いろいろ言いますよね、はいはい、そういうことなんですかね。あ、そうですね、はい、そのやっぱり宿便を出すっていうことで、うんうんうん、不溶性と水溶性っていう両方 の、はいはいはい、食物繊維を取ることで、うん、綺麗に腸内環境が整って、食事のなんかアドバイスみたいなのもあるみたいな。そうですね。あ、なるほどなるほど。します。あと、よもぎ蒸しとか。よもぎ蒸し、します。どういうのなんですかそれは。それは、この、はい、膣からね、よもぎのエキスをこう吸収して、これは女性にしかできないということですね。そうですね、はいはいはい、で体を芯から温める。でそしたら
HSP っていうタンパク質が増えるので、これは免疫力高まるんです。でその後に摩擦全身運動治療っていうのをします。摩擦全身運動治療、はいはい、これはマスカーでは多分あまりやってないと思うんですけれども、あの摩擦っていうことはこうこするんですか。そうなんです、あの、普通はこうオイルでね、はい、やっていくリンパドレナージュって、はいはい、ちょっとそれとは違いまして、はいはいはい、あの本当に、血管の、うん、内膜までアプローチしていくんで、内膜、はい、ほう、でだから白血球が動き出すんですよ、うん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 、でそしたらあの免疫力もバチバチに上がるので、だから特に今なんかはすごくいいと思う、はい、ああそうですよね、まあ、まあ感染症がね、はい、いろいろね言われてますから、血流流すっていいって聞くけど、うん、じゃあどうすんのっていう、うん、みんなそこに行き着くと思うんですけど、そうですよね、はいはい、やっぱりそうやってあのちょっと特殊なタオルを使ってね、特殊なタオル、はい、でつま先から首までをこう10センチ間隔で、うん、2回摩擦ずっと1時間半1時間半え、それずっと純美ちゃんやってんの。あ、そうなんですよ。うわもう汗だくやん。あ、そうですね、でもあのみんな寝張ります。あ、うん、それが快感なんですけど、へ、うん、それすることによってよってあの体がものすごく軽くなりましたとか、うんうんうん、あと睡眠障害の方なんかグッと寝れるようになったりとか、でやっぱり血のことだから目には見えないんですけれど、はい、うん、でもあの杖をついたおじいさんが杖なしで歩いて帰られるっていうことは結構あります。え、ちょっと待ってください、おじいさんもやってんの。あ、男性はやってないんですよ。あ、やってないんですよね。やってないんですけど、俺今やってもらうかなって一緒に、ちょっと親戚のねおじいさん。あ、なるほど、なるほど。ただやっぱりそうやって人が歩けない人が歩けるようになったりするのはやっぱりねいいことなので、はい、あのゆくゆくちょっと男性の方もって考えたりはしてますけれど、あのでも一般の女性の方はすごい体軽くなりますとか、次の日すごい働けるようになります。あとうつの方とかもね、うん、血流とすごい関係があるんですよ。だから血流悪くなると、うん、やっぱりこうあの負の、ね、感情とかが出てきてしまうので、そういう方のためにもやっぱ血流っていうのは大事です、うん、なるほどなるほど、はい、だからその血流をとにかく良くして、はい、で腸内環境を整えていく、はいはい、まあ、それよう分かるんですけど、はい、このもうさっきからもう気になってるの言うていいですか、はい、バナナその今一応今のところうんちの話も腸の話もお肌の話も血流の話血管の話も全部出てきたんですけど、バナナの話だけ出てきてないんですけどのバナナうんちを出してくださいっていうこと。バナナみたいなっていうことですか。ああ、そっちか、ね、バナナを食べるっていうんじゃないんだ。おてっきりバナナ食うんかなと思った。バナナうんちを、あ、はい、あの一日これがうんちなわけですね。なんていうツッコミ方。はい、1日、はい、食事した回数だけうんち出ないと、はい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 、1日1回は便秘。いやいやいや、そうですよそうですよ、はいはい、はい、うん、僕昔あれですからね、だからそれこそあの純美ちゃんと一緒に遊んでた頃なんていうのはもうあのご飯食べたら出るっていうのところてん状態みたいな。あ、めっちゃ健康、もう超健康体やったんですよね多分ね、はい、健康有料児3回ぐらいになってます、はい、もう 見た感じもそうですもんねけどねやっぱりねおっさんになってくるとね、うんうん、あのいろいろあるじゃないですか。そうです ね、だからあのどうしてもそのあの3回やったら3回っていうわけになかなかいかん時もね、うん、あの仕事中とかねそんなにこうしょっちゅう行かれへんかったりとかするから、それこそ僕みたいに編集のやつとかやったら5時間とか6時間とかずっと座りっぱなしみたいなのがあったりとかするんで、なかなかねあの便意催してもすぐに動けないこともあるんですよね、はい、イベント撮影中とか絶対行けないですからね。はい、だからまあまあ、 あの大人になるとやっぱりそういうことってありますよね。ね、うん、そうですね、毎日だからその3回バナナうんちが見れたらすごいですよね。でも確かにこれでも肌文字に行くとそういう感じになるわけですか。あ、そういうお話もしますし、やっぱり血流流れるってことはすごいあの健康にどんどんなっていく、ね、はいはいはい、はい、あの変わっていかれると思います。なるほどなるほど、はい、どうなんですかね、そのあのまあ来られた方がなんかどれぐらいでこう改善していかれるみたいなとかあるんですか。はい、なんか
何回ぐらい通ったらみたいなね。あ、最初はその血流が流れる体作りをしていきたいので、あのちょっと詰めてね、来ていただきたいんですね。うん、最初1ヶ月ぐらいはちょっと毎週1回か、うん、まあ 2週間に1回ぐらい来ていただいて、そのうち月1回でいいように、はいはい、どんどんそういう体作りをしていきたい。なるほどなるほど。はいはい。だから週1回状態見てまたカウンセリングしてみたいなのをこう繰り返しやっていくみたいな。はいはい、それでも週1回ぐらいでいいっていう感じですよね。でも逆に言うと。あ、そうですね。ね、はい、そのなんか3日に1回とかそんなんではなくて、はい、週1ぐらいのペースでまず1ヶ月というか4回ぐらい通ったら、はい、月1ぐらいになるみたいな、 そんな感じなんですね。はい、なるほどなるほど。お肌が綺麗になるっていうことは、はい、やっぱりその、お顔の方とかもすごいこう綺麗になっていくっていう感じなんですかね。そうなんです。はい、お肌のその土台から健康にするので、うん、これはちょっと血流とまた話が違うんですけれども、はいはいはい、やっぱり年齢とともに絶対老化するじゃないですか。うん、でなぜ老化するかって言ったらターンオーバーが乱れるからなので、はい、で私はそのターンオーバーを元の状態に戻します。はい、でその時は1回のビフォーアフターでかなりの、 リフトアップとか、うん、透明感は出せるんですけれども、うん、そのお肌をずっと続けていく5年後の自分のお顔が今と変わらない、うん、もしくは今より若いっていうのを作っていくっていうのをやってますので、フェイシャルの方は1回でめちゃくちゃ感動してもらいます。なるほど。はい、はい、まあそうですね。それは どうでしょう。 お値段とか聞いても大丈夫なんですかね。これ、はいはい、どんな感じの料金になってるんでしょう。ね、一番人気があるのは、110分で1万5000なんですけれども、だいたい皆さんその1個下ぐらい選ばれるんです、ね。ああ、なるほどなるほど。まあ110分でね、1万5000でもだいぶ安いですけどね。と思います。はいはいはい。で、まあ何が大事かと、古い角質を取らないと何も美肌には、はい、いかないので、はい、その古い角質を取るっていうところのメニューからやっていただきたいので、はい、なるほど。まあ、1個下の1万2000っていうのがあるんですけども、はい、それをやられる方が一番多いです。一番多い。でも1万5000ぐらいから始めた方がいいよっていう話ですね。そうですね。また機会が違いますので。なるほど、はい、それは1万5000の方がいいっすよみんな。はい、ということですね。はい、はい、ということでございました。はい、ありがとうございました。ということでございます。はい、もうなんか言い残すことないですか。大丈夫ですか。もうね、これで今ほら、これね、もうみんなそうなんですよ。この宣伝受けるんですよ。顔は見えた。そんなんやったんや。後ろしか見えてなかった。まあまあまあね、ここまでね、ここまでやってもらってますから、はい、これでっていうのもあれだと思うんですけど、はい、ここで丸かバツか。これ誰が見るんですか。え、誰が見てくれはるん。いや、見ている人が見てくれはるんですよ。まあまあこれ、はい、あれですね、はい、インパクトありますよ、だいぶ、ね、はい、だいぶインパクトありますね。はい、はい、ということで、ではよろしいですか。はい、はい、準備よろしいですか。はい、はい、それではいきます。このプレゼン、はい、ありかなしか判定。はい、よかったら外してもらって大丈夫ですよ。はい、はい、ということで、まあまあ、ね、こう、うんち、バナナうんちを出してもらい、そして、血流を良くして、はい、お肌も若返ってもらうということですね。はいはい、まあ、まさに肌もんちっていう、ね、はい、いうことですよね。はい、皆さんもぜひですね、僕ね、実はだから八尾出身なんですよ。で、まあ、彼女が今やってらっしゃるその肌もんじのある場所とかもね、うん、もう本当に青春時代いつも通りがかってたというか、あの辺でずっと遊んでたっていう、玉串川ってあるんですよ。うん、ここに桜並木があって、はい、もうこの春のシーズンがもうこのね、桜祭りってやってるぐらいなんですけど、うん、まあ、ちょっと最近はね、うん、あれがあってできなかったりとかもしてたんですけど、うんうんうん、ものすごいいい場所 で、ね、営業されてますんで、はい、ぜひ肌もんじを訪れてみていただければなと思います。はい、ヤオのビバリーヒルズって呼ばれてる。そうそうそう、ね、ほんまにそうやね、ほんまにそうやね。すごい邸宅がいっぱい並んでんのよ。で、すいません、僕は実は別件で
あるショートフィルムを撮らせてもらったんですけど、その撮影なんとこの肌文字でやったんですよ。そうそうそう、彼女にも出演していただいて、はい、やらせていただいたやつがあるんで、また皆さんもそれもね合わせて見ていただけると、いいんじゃないかなと思うんですけど、またそのうちお知らせさせていただきたいと思います。はい、ということで今日は、肌文字の文字純美さんでした、はい、ありがとうございました。はい、では次のコーナー行きたいと思います。あゆみ、おはようございます。はい、お知らせあるの？ないんですよ。もう座りに来ただけ。はいはいはい。そうね、そうね、そうね。まあでも、いやいやいや、だからだからさ、だからさ、やっぱさ、見ている方に、そうなんだ。という感じの番組をやってるんですよね。はいはいはい、毎朝やってますんで。毎朝10時からやってますので、初日はちょっとお休みする場合もありますが、はい、まあ、平日は毎朝10時から、はい、まあ、チャンネル登録してるとね、そうですね、あれがアラートが来ますんで、そうですね、はい、ライブ配信をぜひね生で見てほしいんですよ。そうなんですよ、だからライブ配信なんで、はい、だから別に収録してやってるんじゃないですかね、はいはい、ライブ配信なのでもぜひ、はい、なんすか、知り合いの方が見たときは、はい、電話鳴らしたってください、はい、ライブって分かりますか？今配信中やから、たまに出れませんみたいなことがあると、はい、そういうアクシデントあると面白いですね。ありますね、たまに郵便屋さんに行って、私代表してんだよ面白い面白い、はい、ありますマジか、生でこそ、ね、ライブでこそ、俺今度10時ぐらい来たらかな、はい、どうぞみたいな、まさかね、マスクで、はい、このマスクを、はい、販売しておりますので、はい、ぜひぜひご購入ください。はい、1つ1000円ですね、はい、はい、販売しております。はい、ネットでも注文できるようにしておりますので、はい、はい、ぜひぜひご購入ください。ラッキーマテリアルストーリーね、左右がね、はい、デザインが違うので、はい、はい、ぜひぜひ、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、では、はい、帰ります。はい、やだ、さん、はい、高橋さん、はい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 、シナモコミケーター高橋です。はい、というのでございます。はい、はい、今日は。ビューティーな話でもありませんし、バナナのミニオンズの話でもありませんし、別に、うんちみたいな内容の映画でもございません。はいはいはい、まあ、監督とね、お付き合いが長いということなんですけど、はいはいはい、私と40年一緒におります、はい、奥様が今日誕生日でございます。おめでとうございます。はい、ちょっと市場を交えまして、奥様と記念の映画みたいな。そっちかしたいなと思います。はい、一歩こう初めての、デートで見に行った映画が、はいはい、なんでこんなんやねんって映画でございますが、はい、ハウリング、大海男、大海男の映画でございます。これ1980年の6月6日、オーメンの皮肉ね、公開になったんですよ。監督が冗談で、はい、ピラニアとか、グレムリンの監督ですけどね、はい、まあまあ昔から言うね、はい、どっかのこの施設で。狼男のね、製造がされているというような映画でございますね。はいはいはい、これ主演が、D. ウォレンってET のままやってですね、はいはい、出てまして、はい、うん、でこれハウリングね、皆さんまあご存じないんですけど、うん、本当は8本だよね。そんなにあった？まあ、まあ、でもまあ有名なのはこれ1本だけですけどね。ね、はいはい、これがなぜ有名になったかと言いますと、はい、まあそれまではこのですか、狼男の映画って遠くから撮るやつとかね、はいはいはい、ちょっとこう。ごまかしの作品は、はいはい、これはこれね、これね、だから胸が膨らむとか、そうそう、風船入れたりとか、あと人形ですよね、狼男になっていくシーンよね。そうですね、で人形とかを、ね、使ったりという、はいはい、でそれをまあ奥さんの2人で見まして、はい、あと狼男になっていくときに、はいはい、私は狼男にならずに、はいはい、見ましたけどね。何の話か分かりませんけど、はい、初めて見た映画がハウリングというね、はい、これはちょっと皆さんにびっくりされる作品でございますけどもね、はい、で奥さんの反応はどうやったんですか？これですか？あんまりでしたね。そうでしょうね。奥さんにとっては、ね、奥さんにとってはうんちみたいな映画だったと思います。私は好きだったんですけどね。うんうん、はい、と言いながらその映画をもう見るんですけど、はい、まあ、何年後かにね、やっぱりね、この来ましたこれ、デートムービーで、いや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 、やらしいなこいつって感じですね。1980年12月1日に、18日かな、もうこれチョイスした時点でやらしいって感じ。でもね、これは正月映画だったんですけど、はい、だいぶなんか遅れてから見たっていうかね、うん、まあさらにね、ディザーズギアこれで有名になりますけどね、はいはいはい、まさか自分がディザーズギアみたいに渋くないしねもう全然そんな、まあ、あんまり見に行きたくなかったんですけども、はいはいはい、まあ、これは監督が、テイラー
ハックフォード、はい、カリブの青い、アティナとか、はい、ホワイトナイトとか、はいはい、音楽が流行る監督さんでございますね、はいはい、まあ、これは話有名なんでね、有名ですし、ね、まあ、愛と青春の旅立ちってことで、まあ、はい、音楽もね結構いい音楽で、あのアカデミー賞であの、ねね、教官が ね、 そうですね、助演男優賞を取ったということで、ね、はいはい、そのもちろんその愛と青春の旅立ちの、ね、はい、音楽が、はい、もうアカデミー賞で いやもう本当に名曲中の名曲ですからね、はいはい、これがね実は明日のね FM 尼崎のね、うん、デートが締めますので、はいはいはい、愛と青春のための音楽をお送りしますんで僕は連動してますけど、ね、連動してますよ皆さん、はい、明日8時半から、あの夜8時半、はい、20時半から、はい、FM アイアイ、FM 尼崎の方ですね、はいはい、聞いていただければ、はい、どんな音楽使ってたかが分かります、はい、今回大阪さんも出張る週間でね、はいはい、見ていただいて、はい、これね、あの先ほどのハウリングの嫁さんの、はい、あの感想ありましたけど、はいはい、これ終わって、うん、一言目、うん、どう言ったと思いますか、なんて言った、あ、お尻いたんですよ、この名作を見て感想一言、ね、まあ長いからねこれ ねお尻いたですよ、まあ、ちょうどこれピカデリーで見たね、はい、ピカデリーのあの、はい、あの椅子が硬かったから、ね、もう二度と、もう梅木が確かにね、硬、はい、かったよね、それから、まあ、恋愛映画は見に行かないようにして、うん、あの順番にね、ちょっといろんな映画のね、うん、そうね、あの奥さんってことね、最後の一言がね、すごく気に入らないんだよ、ね、こっちは泣いてるんですよ、終わったら、ね、うんうん、終わったで、電気って言った瞬間に、あ、お尻痛ですね、あの曲が終わって感想がお尻立ってね、ね、と思いますけどね、まだちょっとそのそういうネタは今後少し面白いネタをよくさせていただきますけども、はい、はい、これはうんち的な映画になります、はい、いい映画でございます、いい、はい、よろしくお願いします、はい、どうもありがとうございました、はい、はい、ということでエンディングでございます、はい、いやでもインパクトありましたね、このバナナ、はい、あれずいつも被ってるんですか、いやいやいや、誰があれを被ってエステやってんねんさて別の撮影であったんですよ、 あのリクエストあれば背負って何何そ、なん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 、そのコスプレみたいな、なんかそう、バナナ代とか後で入ってるとか、1万5000円がなんか2万ぐらいになってるとか、なんかオプションが、はい、まあまあ、そうですね、だから、まあ、僕も行った場所なんですけど、本当すごい、はい、リラックスできるあのウッドな感じの部屋になってて、そこに1台だけベッドがあって、だから本当にね1人だけなんですよ、その時間、はい、なんかすごい豪華な時間になるんじゃないかなと思いますけどね、であれでジャズかけてるんですよね、そう、だから本当にね、寝ちゃうみたいな、ちなみに彼女もジャズちょっと歌ってたんですよ、はい、あかん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 、掘りすぎだから、掘りすぎだから、あかんあかん、やばいやばいやばい、はい、という感じなんですけども、はい、あ、まあ、皆さんね、 5月1日ってことは、まあ、ゴールデンウィーク中で、はい、なんか行ったり行かへんかったりなんかいろいろだなと思うんですけども、まあ、よかったらこういうあの配信もね、はい、あの前のやつたぐってもらったりとかして、ね、はい、時間潰していただけたらなとは思うんですけれども、はい、はい、そしてこの番組ではまた、このプレゼンありかなしかの、はい、出場者募集しております、はい、ぜひ皆さん、どんどん来ていただいて、まあ、来るのがしんどかったらズームでもありですから、はい、はい、もう実績としてはドイツとつないでますからね、はいはい、ドイツとつないだときは本当にあの時差がありすぎてっていうか、時差ないんだけど、はい、ないというか、あの時差なく喋ってるんだけど、そうですね、あの向こうの人の感覚の時差がありすぎて、あ、はい、全然10分で終わってくれないみたいな、そういう事故もありましたけどね、はい、10分や言うてるのに30分喋りやがったみたいなそういうこともありましたけども、はい、まあ、あの人もまたあれですから、アルバム完成したらしいんで、あ、はいはいはい、もう間もなく僕の手元に届くんかな、届けへんのかな、ドキドキしてるんですけど、はい、はい、まあそんなこともあります、はい、ということでございますので、はい、ぜひ皆さんも、このプレゼンありかなしかに、まあ、チャレンジというかね、そうですね、まあ、ちょっとこんなことやってますよと話しに来ていただければ、はいはい、みんなでワイワイ、はい、突っ込んで楽しみたいなと思います、はい、よかったら、ご参加くださいということですね、はい、ということで、今日の、配信はこれで終わりたいと思います、はい、どうもありがとうございました、みんな見えるとこ行ってない